今年春に配備された海上自衛隊の国内最大級の護衛艦いずもが訓練を終え、今後実際の任務に当たることが明らかになりました。初めて公開されたいずもの中にある航空管制室です。こちらでは通常の空港と同じように管制機能が備わっていて、災害派遣などに使用する救難ヘリなどを5機同時に運用することが可能です。全長250メートル近い護衛艦いずもは、大規模災害などの際に使用する手術室や1000人以上の被災者らを避難させることができる格納庫を完備しています。いずもはすでに習熟訓練を終えていて、今後は災害派遣など実際の任務に当たります。中国の海洋進出が懸念される中、潜水艦の探知能力も兼ね備えたいずもは、日本近海の警戒監視の任務にも対応します。